アピタパワー新森山店は愛知県名古屋市森山区新森山にあるユニー株式会社のショッピングセンターである。2000年11月17日、JR 貨物が JR 中央本線新森山駅の貨物ホーム跡を再開発して建設した JRF 新森山ショッピングセンターのキーテナントアピタ新森山店として開店している。建物の構造は5階建て。 1>, 1階と2階が店舗空間、3階から5階、屋上が立体駐車場になっている。当時の森山区ではユニー森山店に次ぐ2番目の店舗である。隣接するロイヤルホームセンター新森山店も陶器場同じ JRF 新森山ショッピングセンターの一部である。2017年2月17日、2階にカルチュアコンビニエンスクラブが運営する書店カフェ。 草むらブックスがオープン。それに伴い、2016年6月時点で、出店していた、フードコートゲームコーナーなどいくつかの専門店が退店。アピタ直営店舗の取扱い品目も減少している。2018年1月8日をもって、2階の旧衣料品売り場の部分を閉鎖し、同年3月16日に、食料品売り場がリニューアル。 同年4月27日には全館リニューアルをオープンしている。2021年8月27日再リニューアルによりアピカパワー新森山店に改称。新たにインストアブランドとして食の電動ユーストア、およびドンキホーテを導入したロイヤルホームセンター。ありがとうございます。